こちらクローバー王国魔法騎士団本部、王都に賊が侵入した。太陽カルナ付近の魔法騎士団員は速やかに対応せよ。繰り返す。こちらクローバー王国魔法騎士団本部、王都に賊が侵入した。太陽カルナ付近の魔法騎士団員は速やかに対応せよ。お前のおかげで復讐の機会を得ることができた。復讐？お前何言ってんだよ。あの日、私を殺した貴族たちへの復讐だ。私の邪魔をするな。魔導士の皆さん、俺たちは仲間ですよ。操られてるのよ。聞こえてないわ。こいつらには悪いが、気絶させる。俺は負けない。ダイル、まだ戦えるぞ。よっしゃー。その調子はあった。サポートは私に任せて、どんどんやっちゃいなさい。ダイル、いける。俺は負けない。めちゃめちゃ任せろ。どうだ、ヤミ。次は俺の番だな。まさに。まだ戦えそうだ。めちゃめ。まだ戦える。どうだ、魔力なしの一撃は。まだ戦える。間もなくだ。間もなく現れる百年に一度の赤い月が王都を滅ぼし、我が恨みを晴らす。ちくしょう、逃げられた。カルナ。ヤミ、あなたあいつのこと見てすぐにカルナって呼んだわよね。ああ、あれはカルナだ。でも、なんか中身はまるで別人だった。俺たちと最初に会った時に言ってたやつか。そうだ。お前たちに会う直前に俺はあいつを追ってあの男女に行ったんだ。どう考えてもおかしい。闇がカルナと一緒にいたのは、団長が28歳なんだから14年も前のことよ。ねえ闇、カルナはその時何歳だったの？確か18だ。闇が知ってるカルナとさっきのカルナ、見た目に年を取ってるように見えた。いや、全く変わってないように見えたな。闇と同じように若返ったとか、そんな偶然あるのかしら。やあ君たち、賊撃退よくやってくれたね。お疲れ様っす。このさん誰？君は闇？闇かい？あの魔法帝、実はダンジョンの奥で若返り。いやでも昔を思い出すよ、その姿懐かしいね。おっさんも俺のこと知ってるのか。そうだね、もうすぐ会うことになるんじゃないかな。と、そうだ、君たちに声をかけた本当の用事を忘れていた。今回王都に賊が侵入したことで、しばらく騎士団で守りを固めることにした。だが当然賊を捕らえることも考えなくちゃならない。そこで君たちに賊の追跡を任せたいんだ。闇、
君はそのカルナという人物と縁があるようだしね。引き受けてくれるかな？もちろんすよ。よかった。何か分かったら報告してくれたまえ。はいっす。はい。カルナ・フレーゼ、30年前に途絶えたフレーゼ家の一人娘で、当時の年齢は18歳。記録によればすでに個人となっている。じゃあこの間オートで暴れたあいつとは別人ってことっすか？まあ普通に考えればそうだよね。なはずはねえ。あれはどう見てもカルナだった。そもそも30年前に死んでんなら俺があいつと会うわけねえだろ。14年前に会ってるってことだもんね。それなんだけど、カルナ・フレーゼの死亡届は14年前に出されている。30年前に途絶えた家の人間がなんで14年前に死んだことになってるのよ。間の16年はどうなってるの？それはわからないな。何がなんだかさっぱりわかんねえ。お墓の場所もわかってるけど行ってみるかい？ああ、教えてくれ。左がフレーゼ夫人、真ん中がフレーゼ卿。多分この簡単な墓標がカルナのものね。夫人は40年前に亡くなってるわ。でも偶然だね。こないだ行ったダンジョンから目と鼻の先なんだから。おかげで今日はほとんど歩かずに済んだよ。なあヤミ、お前とカルナって人はどういう関係なんだ？あいつと会ったのはそんなに昔じゃない。つっても俺にとってってことだが、俺はもともとこの国の人間じゃなくてな、ある時クローバー王国に流れてきた。居場所もねえし、あちこちフラフラしながら強えやつに喧嘩ふっかけたりして腕を磨いてたのさ。そしたら俺に負けた野郎どもがなんか勝手についてきちまってな。俺は俺でもう最近全然負けることもなくて、フラフラすんのもちっと飽きたから、そのついてきた連中としばらく一緒にいたんだよ。その日も食うもの取って帰る途中でな、割といい服着た女が行き倒れてたんだ。気ぃついたか？ここは俺らの家。このホラー穴が？家の定義について話し合うつもりはねえよ。お前なんであんな場所にいた？行くところがなくて。家はなかった。そうか。おてめえら新入りだ。え？またかよ兄貴。しょうがねえな。え？そうしてカルナは俺たちと一緒にいることになった。最初は大変だったぜ。やれこんなものは食えないだの、地面で寝られないだの。まあでもしばらくしたら俺らと同じものを普通に食うようになったな。カエルとかと。話がちょっとずれたな。そっからしばらくしたある日の夜、俺たちはとある貴族の屋敷に忍び込んだ。ここだな、その腐れ貴族の屋敷ってのは。ああ、あくどい商売でかなり溜め込んでるって話だぜ。ねえ、本当にやるの？あくどく稼いだ金を少し返してもらうだけさ。これは俺たち貧乏人の当然の権利。別にてめえらが払った金じゃねえだろ。ここ外れか。そっちはどうだカルナ？どうしてカルナ、どうしてこんなところにこの首飾りが？おい、どこ行くんだカルナ。あいつは急に様子がおかしくなった。そして向かった先には
屋敷の主がいた。久しいな、ミネス。誰だ？この姿ではわからぬな。この魔道具はどうだ？貴様が奪ったものだ。まさか、バカな、フレーゼなのか？お前は、あの時死んだ。死んださ。そして私を殺した貴様たちに復讐に戻った。何してんだ、やめろ。誰だあれ、賊だ。忘れるなよ、我が恨みを。カルナ。カルナを追って俺はお前らと出会ったダンジョンにたどり着いた。カルナに追いついて、それからダメだ。お前たちに会う直前に何があったか思い出せねえ。すまない、緊急事態だ。王国が管理している各地のダンジョンやゴーマ地帯に白夜の魔眼が襲撃してきた。すでに他の騎士団員も対応している。君たちもカルナの件は一旦中断して対応してほしい。以上。よし、俺たちも行こう。ええ。俺はこのままカルナを探す。ちょっと、その白夜ってのは俺には関係ない。カルナの居場所に心当たりあんのか？ない。が、手当たり次第探す。わかった、この通信魔道具を持ってけ。何かあったら呼べ、すぐに助けに行くから。なんでだ、俺は俺の都合を優先してんだぞ。仲間がそうしたいって言うなら俺はそれを応援する。俺も仲間のみんなにいっつも応援してもらってるからな。おう、アスターロエコ、早かったな。悪いわね、わざわざ来てもらって。普通に礼くらい言えねえのかよ、まったく。まあ、お前ら新人コンビだけじゃ頼りねえしな。俺を呼んだのはいい判断だぜ。さあ、覚悟はいいか、てめえら。くせ。はいっす。お前らが来る前に少し様子を伺ったが、この監視してる王国の魔導士たちがどうやら操られてやがるぜ。なら魔導士の人たちを正気に戻しましょう。まだ戦える、俺は負けない。まだ戦える、俺は負けない。ギリなどだ。まだ戦える。ほい、まだ戦える。任せてください。どうだ、ノエル。まあまあね。まだ
戦える。サラマンダーの攻撃。まだ戦える。俺は負けない。まだ戦える。本当ならここで殺してやりたい。でも私にはすることがある。なんだ？あいつ何したんだ？ねえ、なんか地面揺れてない？この辺りのマナが不安定になってる。